妹よ、今日は戦車には乗らず、EU の公式フォーラムさんにて、新しくスーパーテストへの参加が決まったと発表のあった新車両、ドイツのティアゴプレミアム中戦車、パンツァーカンプバーゲンフィア、アウシュールングエフツバイさんの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。この子は3の4号戦車 H 型さんの、バリエーション違いの子だね。うむ。4号戦車は A、B、C、D、E、F、F2、G、H、J 型と、とにかくバリエーションが多い子なんだけど、そのうちの F2 型ってことだね。そしたらここでツリーの H 型との違いをビシッと紹介、と言いたかったんだけど、4号さんのことにはそんなに詳しくないので、そこは諦めさせてもらっちゃおうか。あわう。でも細かい変更がかなり多くて、全部の把握は本当に難しそうだもんね。だね。そしたらここからはゲーム内での性能を見ていこうか。主砲は単発110-75mm砲で、貫通は AP110mm、APCR158mm、リロードは4秒で、DPM は1650だね。基本スペックは、4号 H さんと全く同じだね。うむ。史実的には F2 型と呼ばれていた頃の 75mm 砲は、H 型のものより単砲身なので、貫通は F2 型の方が低いはずなんだけど、そこは一緒のようだね。たださすがに全く同じなのはあれと思ったのか、弾速が少し落ちてるね。本当だねお姉ちゃん。H 型さんの弾速は AP790、APCR988 だもんね。うむ。次に当てやすさに関しては、照準時間 2.3 秒、精度 0.39、俯瞰10度と、こちらもツリーの H 型と同期となってるね。ということは、主砲関連はほぼほぼツリーの4号 H さんの 75mm 砲ってことだね。だね。次に機動性に関しては、前進 40kg、後進 15kg、出力重量比 12.7 と、4号 H さんの前進 40kg、後進 18kg、出力重量比17超えと比べると、前進速度以外が結構劣っちゃってるんだよね。あう。特に出力重量比の差は、同じような軽快な足回りとは言いづらそうだよね。うむ。離体の設置抵抗は多分4号 H さん同様いいと思うので、40キロすら出ない、ということにはならないと思いたいけど、この機動性の低さはちょっとあれだね。本当だねお姉ちゃん。そして走行に関しては、各所に貼り付けられている離体が、追加走行として機能するかが不明だけど、基本的な数字は4号 H さんと同じになってるね。4号 H さんからシュルツェンがなくなっちゃってるから、そこは機能してて欲しく感じちゃうね。だね。ただヘルスは720と、4号 H さんの630より90も多く、視認範囲も4号 H さん350メートルに対してこの子360メートルと、10メートル長くなってるのはいい感じだね。いいね、お姉ちゃん。そしたら最後、まとめといっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。基本的には4号 H さんに似た子だけど、機動性の低下、ヘルスの増加と、純粋な4号さんのプレシャさんではなくて、重戦車よりに調整された4号 H さんっていう感じだよね。だね。4号さん比で強くも弱くもなさそうだし、全く同じ性能のプレシャというのもあれなので、これはプレミアム戦車の調整の仕方としては、悪くない感じな気がしちゃうね。本当だねお姉ちゃん。この感じでバリエーション違いの子をもっと出して欲しくなっちゃうね。うむ。ぜひ 76mm 砲装備のヘルニャンを、だね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。